王の豊、大豊か、王の野豊、か、王のゆか、1955年8月30日隊は、島根県出雲市出身の元プロ野球選手、投手、コーチ。現在は、野球解説者。からまで、広島東洋カープにおいて中継ぎ、先発、抑え投手として22年間活動し、昭和最後の沢村栄二賞を受賞している。実家は海に面していたため、 幼少期から砂浜で走って遊んでいったことで、足腰が鍛えられ、後年の下半身に重心を置くフォームの土台にもなった。母子家庭であり、母の苦労を見ていたので、中学を卒業したら、就職する。と胸に秘めていたが、せめて高校だけは出てほしいと家族が要望したため、すぐに働くための実学が、商業高校であれば学べるということで、出雲商業高校を選んだ。 高校2年から本格的に投手として投げ、すでにプロ入りごと、ほとんど変わらないフォームであった。高校3年の夏には、島根県でも注目され、競合社会人チームからの誘いもあり、広島のスカウト小場教もマークしていた。しかし、当時の大野は、体力的に自信がなく、また、母子家庭で苦労をかけた母のため、難式ながら、地元で唯一野球部がある。 出雲市信用組合へ就職3年間窓口業務や営業活動をこなす傍ら職場の軟式野球部で野球を続けていた島根県準優勝の島根県立出雲高等学校と練習試合を公式野球で行ったところ5イニングで13三振を奪い公式でもそれなりに投げられたことでプロへ挑戦し母親を楽にさせたいという気持ちを持った その3ヶ月後の秋、出雲市内で、広島東洋カープの野球教室が開かれ、当時の山本和義打撃コーチと、主戦投手池谷孝二郎が講師として参加。出雲市信用組合野球部員は手伝いをすることとなり、大野の高校時代の監督が、山本打撃コーチと、法政大学野球部の先輩後輩の関係であった、ため、高校時代の監督医プロへの道を作っていただけ。 中と頼んだ。恩師に頼んだ経緯もあり、翌2月に特別に受験することとなり、クレシエニコー野球場で行われていたに、軍キャンプにおいて、山本と小馬京の立ち合いのもと一人だけの入団テストを受け合格。3月6日、南式野球出身という異色の経歴で、広島にドラフト外入団を果たした契約金なし、報給は月額12万5千円。 一年目のは9月4日の対阪神タイガース戦、広島市民球場に一試合登板したのみだったが、この時、片岡慎之助に満塁本塁打を打たれるなど、掛布正幸からアウト一つを取ったのみで降板。自責点を防御率135.00という成績を残した。この試合後、大野はあまりの悔しさに泣きながら、大高和沿いを歩いて両まで帰った。本人によれば、 企業直後には感染していた友人から自殺するなよという電話があり、山本和義コーチからも死ぬなよと言われたという。大野は後年、いくら成績が悪くとも、この時の防御率を下回ることは絶対にない。スランプの時にそう考えると、精神的にだいぶ楽になったと語っている。南海ホークスから移籍してきた江夏豊かに見染められ、 小畑武監督から預けられるという形で、二人三脚で、フォーム改造や、変化球の習得に取り組み始める。江夏は、当時の大野について、ガツに向かって、投げるようなフォームだった。しかし、十球に一球ほど光るものを感じたから、とりあえず、キャッチボールから変えてみようかということになったとごている。また、江夏は、俺と同じ、豊かという名で、 俺と同じ母子家庭で育ち、俺と同じ左腕投手なのも何かの縁。俺の弟のようなもの。ぜひ、俺の後継者にしたい。と王のを表していた。次に、鉄拳も飛ぶ、厳しい指導の末、やがて王のは、中継ぎの柱へと成長を遂げた。同年10月9日のヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場ではアン安打で、プロ初完封上流を記録したが、 これはこの年の開幕から完封負けなしを続け、史上初のシーズン完封負けゼロ、現在も魅力を狙ったヤクルトをシーズン最終戦で初めて完封するという快挙となった。2はトレードで日本ハムファイターズへと移籍した江夏の後を受けてリリーフに抜擢され、気の弱い大野に抑えは無理と非難を浴びながらも、同年8勝11セーブ、翌には10勝11セーブを記録した。 から先発に転向し、同年の日本シリーズ制覇のセリーグ優勝に貢献。までに4度の2桁勝利を記録し、2は13勝7敗、防御率1.70という好成績で最優秀、防御率のタイトルを獲得。昭和最後の沢村賞も受賞した、現在まで史上最小勝利数での沢村賞、受賞である。翌にも、防御率1.92を記録し、 二年連続防御率一点台という、出色の成績を収める。1970年からまでの間、二年連続防御率一点台を記録した選手は、大のしかいない。最速時速 150km 近いストレートに加え、パームボール、まっすら、ストレートとスライダーの中間軌道の変化球、スラーブ、スライダーとカーブの中間軌道の変化球、シュート、ドロップ、といった、 様々な変化球を駆使する様は、七色の変化球と形容され、精密機械、北別府学ぶ、巨人キラー川口和久らと共に、1980年代、広島投手王国を支えた。2は、津田久しみとのダブルストッパー構想のもと、えに再転校するが、病気による津田の早期戦線離脱に伴い、クローザーの責務を一人で負うことになる。 しかし、大野はシーズンを通して、抑えとして、大活躍を見せ、6勝26セーブで、最優秀救援投手に輝き、また開幕から14試合連続セーブという、日本記録、当時。開幕からの連続セーブとしては2017年現在も、日本記録も樹立。7月札幌市演算球場で、読売ジャイアンツの主砲フィルブラッドリーに、さよなら本塁打を打たれストップ。 チーム6回目のセリーグ優勝に大きく貢献し、優勝試合となった大阪神戦、10月13日で、胴上げ投手となった。も26セーブで、リーグ最多セーブを、記録、36歳で開幕を迎えたシーズンの、セーブ王獲得は20年後に、岩瀬一則が37歳で開幕迎えて、獲得まで、最年長記録。9月16日の阪神戦において、 新庄剛しにさよなら本塁出されたパームボールについて、その打たれ方のタイミングや飛距離から、もう通用しないと判断したことをきっかけに、同級種の使用封印した。シーズンオフ、MLB のカリフォルニア・エンゼルスから広島に、王のをチームに獲得したいという公式オファーがあった。年俸100万ドル、先住通訳と住宅付きで1年間のレンタル契約。 代わりの外国人選手を広島に一人紹介するという破格の内容だったが、本人は翌年開幕時で38歳となる高齢などを理由にこれを誇示。当時はまだ、ノー秀ヒデオがアメリカで旋風を巻き起こす前であり、メジャーリーグに挑戦する日本人選手はいたが、メジャー球団から日本の現役選手に誘いがかかることは史上初であった。開幕から調子が上がらず、 笹岡慎二と入れ替わる形で、再び先発に転向した。開幕投手を務めたものの好調なチームとは裏腹に、自身は調子が上がらず8月中旬から約1ヶ月間、左上腕部動脈血栓症により戦列離脱。本人によれば、投げていてもボールに血が通っていない気がした。温かさも感じられない状態だったという。血栓の除去手術を受けた後、 再発防止のため、それまで練習中一切行わなかった、水分摂取を行うようにした。当初は、体が受け付けずに下痢を起こしたこともあったが次第に、慣れていったという。41歳にして、開幕を迎えながら、校長を持続し、防御率2.85で2回目の最優秀、防御率のタイトルを獲得した、この年の防御率部門は一位から四位までが点一四差の、 大激戦で、特に10月10日11日の対ヤクルト25回戦、26回戦には、結果次第では、防御率1位に踊り上がる田畑和也、吉井正人が登板。広島チームメイトは大野に防御率のタイトルを取らせる、ために果敢に、両投手を攻め、チームは連敗したが、田畑は4回を投げ3失点、自席点3吉井は3回に、3を投げ3失点。 自責点3となり、タイトル取りを阻止した。4月3日の広島市民球場での中日ドラゴンズとの開幕戦で、史上最年長となる42歳での開幕投手を務めた。同年4月12日に通算146勝目を記録。これにより記録した21年連続勝利はに、山本正に更新されるまでは、セリーグ記録であった。だが、持病となっていた。 血行障害は悪化し、8月4日の巨人戦において、ワンポイントリリーフで登板した手の当時新人だった高橋義信に、逆転3ランを打たれたことをきっかけに引退を決意した。9月27日の自身の引退試合、相手球団は、同年の日本シリーズを制覇する横浜ベイスターズは、すでに消化試合であったにもかかわらず球場は満員であった。 当番は中根一志に対するリリーフだけであったが、初級のストレートは時速1 4 6トルを記録し、最後は時速1 4 2トルのストレートで空振り三振切って取った。中根は引退試合の礼儀から対戦前から三振することを決めていた。しかし、初級の時速1 4 6トルのストレートを見て、 これは本気でぶつからないと失礼だと感じ、全力で迎え三振に終わった。試合後の挨拶では、大野の人徳からか対戦した横浜の選手までもが、セレモニーに参加し、その中で、我が選んだ道に悔いはなし。と答え、ファンの大歓声を受けた。引退当時の年齢は43歳、チーム在籍年数22年、通算148勝138セーブ。 生涯防御率2.90。生涯防御率2.90は、投球回数2000イニング以上の投手の中では、歴代30位の成績である。引退直後の、広島の一軍投手コーチを務めたが、チーム防御率は4.78。前年のチーム防御率4.01で3年連続で、チーム防御率がリーグ最下位になるなど投手陣が低迷し、 同年に責任を取って対談した。対談後は NHK の解説者、スポーツ日本、大阪本社の野球評論家を務める傍らに指導したプロ野球マスターズリーグ、福岡ドンタクズに参加。村田長治同様、引退後も現役時代と変わらぬ体格を維持し続け、マスターズリーグにおいても時速 140km を超える直球を投げるなど、50歳を超えても、 現役時代を彷彿とさせる姿を見せた。開幕初年度、46歳ながら、時速1 4 6キロメートルの投球を見せ、ファンのドキモを抜いた。これは、マスターズリーグの最高級速記録である。社会人野球、鳥取北ローズのアドバイザーも務めた。のアテネオリンピック、の北京オリンピックにおいては、星野仙一監督のもとで、野球日本代表の投手コーチを務め、 アテネでは、銅メダル獲得に貢献したものの、北京では、ダルビッシュ有、和久井秀明、川上健心、岩瀬人のりら、早々たる選抜メンバーを用したが、中継ぎ専門投手を一人も先行せず、代わりに先発投手に中継ぎをやらせるなどした結果、投手陣崩壊を招き、金メダルを期待されながら、メダルなしに終わった。より、 野村健次郎が監督となる広島のヘッド剣投手コーチに就任したが、前監督マーティブラウンが導入した練習時の投げ込み制限等を撤廃し、先発投手には1試合で7から8イニングを投げるよ、う、求めた。さらにストライク先行を奨励していた前年までの配球を根本的に見直し、バッテリーにはボール球を有効に使って考える配球を求めた。このように、 投手陣の改革を断行した。しかし、オープン戦時点において、先発投手陣の調子は全く上がらず、それをカバーするためにペナントレース開幕時には、中継ぎ投手を多く、ブルペンに配置したが、ブルペンでの球数制限や、試合前にあらかじめ登板する、中継ぎ投手を決めておく等のブラウン政権時の良い点までも撤廃してしまい、代わりに、ブルペンで、 調子の良い投手から起用するいう方針を取った。しかし、好調な中継ぎ投手は、試合展開に関わらず、連投となるなど、結果的に、シーズン半ばにして故障者が続出。調子が上向かない投手陣については、地元マスコミなどからも、前年と同様に中継ぎ投手の役割分担を明確化するような意見も相次いだが、こうしたマスコミファンの提言、疑問もあったもの。 2010年シーズン中は方針を変えることはなかった。また試合後の大野のコメントからも、コーチとしてどのような指導、対策を行うのか、具体策を伺うことはできなかったことが多かったことに、対しては、ファンやマスコミから批判や疑問の声が相次いだ。こうして、キャンプから自己流の調整法を貫いた、前田健太が、投手三冠勝利数、防御率、 脱三振のタイトルを獲得する奮闘を見せたものの最終的なチーム防御率は前年から1.5点近く悪化させて4.80となった以上のように大野が行おうとした投手陣の改革がすべて裏目に出てしまいまた柔軟な対応もできなかったことが2010年におけるチームの低迷に直結してしまうこのような結果に終わったことで 投手人指導の最高責任者として挙手が注目されていたが、広島球団はヘッドコーチの肩書きを外し投資チーフコーチとしての残留を発表した。A クラスやポストシーズン再び逃した背番号24を受け継いだ川内キ也の2年半ぶりの支配下選手登録と5年ぶりの一軍登板を見上げに同負対談した。2プレイヤー部門表彰で、 野球殿堂入りした。同年からは再び NHK 野球解説者、スポーツ日本の評論家を務める。殿堂入りを記念し、母校の島根県立出雲商業高校に講演会をした。の、周期キャンプでは、阪神タイガースの臨時コーチを務める。腰を極端に低くして、大地に踏ん張るように軸足を深く沈み込ませてためを作る、独特の投球フォームだった。 このためと数々の変化球によって、打者のタイミングを外すことを得意としていたが、このフォームは下半身を安定させることが難しく、真似をしようとする投手は現れなかった。また、入団当時広島のヘッドコーチだった、ドン・ブレイザーからは、それを直さない限り、試合で使えないと言われ、本人も強制に努力していたそうだが、結局うまくいかず、かえって持ち味がなくなるということで諦めたという、 巨人時代の松井秀樹は大野を大の苦手にしており、大野さんのボールは一生打てません。ベンチにいるだけで嫌だったと発言していた。実際、1994年には代打を出されたこともあった。起用されたのは原辰則。また大野が引退する方を聞いた時には、本当ですかと敬意を表するのと同時に以降対戦しなくて済むことを喜んいた。 巨人を代表する四番打者である、大沢春、松井秀樹の両方と対戦したことがある当主は、大野豊、北別府学ぶ小松達夫の3名だけである。広島のスカウトだった小馬京都は、高校時代に知り合ったが、大野は高校卒業まで父方の姓を名乗っていたため、小馬は入団時に、大野豊の名前を聞いた際、すぐには、 誰のことか分からず、改めて対面して、初めて分かったという。最大の恩師とも言える江夏豊かについては、フォームや配球だけでなく、路ンバッグの置き方に至るまで、本当に細かく指導された、テスト制だった選手に、当時のスター選手がコーチをしてくださることは、夢のようだったと感謝、尊敬の念を語り、現在でも、プロ野球リリーフ体感、 ベースボールマガジン社などで対談を行っている。ただ、気難しい性格ですぐ手が出る部分、キャッチボールの仕方が悪いと殴られたこともあるというに、ついては、ついていけないと思ったとも述べている。なお、江夏は、大野の体制について、彼の努力以外の何者でもないと語っている。結婚式に、当時の球団オーナーである、松田幸平を招待したが、松田は用意された神座ではなく、 身内が座る末席に座った。他の出席者が、オーナー、席はあちらですと言うと、松田は、いや、広島の選手はみんな、息子みたいなもんだと話した。母子家庭で、父親のいない大野は深く感動し、涙を流したという。親友であり、チームメイトでもあった、辰川光雄や掛布正幸、江川拓と、同学年である、大野が、 現役晩年に最優秀防御率のタイトルを獲得した時は、すでに引退して解説者として名を成していた彼らと比較して、現役で一軍にいることすら、驚異的な年齢であるにもかかわらずと語られることがしばしばあった。彼らの学年は、多くのスター選手を輩出したことで知られ、高校3年次が昭和48年だったことから、花の48年組とも呼ばれている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。